これは、これはね、ここしか、実は、今日やってないな。でも、うまいよ。 まあ、娘さん入ったというのは、家の平なんですけどね。この間、準備したばっかりなのに。盗み出した。 3万2000円ですよ。そんな深い傷じゃないですよね。そのお店でもね、ずっとお世話になってるから、そこにお願いしたんだけどね。
まに合うんじゃな、これ。うん、うまい。これね、食器で買ったんですよ、売れる時。で、それをすぐに出した。これダメだ、言われて。何しようって聞いたら、すぐ送れよ、言われて。そんなとこまで夫婦は来るんだよな。すごいね。まあ。ただ俺、もう10年になるか。下の話ですけども、消水を。ペットボトルに水で。それを栽培すればどうかなと思って、をこのぐらいの小さいサイズのペットボトルに入れて、毎日毎日栽培してたんですよ。そしたらね、ある日ね、突然それが集まって、誰がこんなもん持ってたんだっていうね、話なんですけども、そんなやついると思って、まさかの時代だわ、やっちゃってよ、みたいな感じでね、それがもう前に話した話なんで、さえますけど、そういう生活をしていました。もう、この人は、お茶があるから楽しいみたいな感じで、持ってきたんじゃないかなと思います。知らない人が見たら、どこだと思うんだろうね。まだ二個ぞんは。そのまま歯が切れないね。何でだこれ。それはね、子供の頃が好きだった。子供心に欲しいと思った。でもこんなの急速に出ないしね。ケイトを飲みに行ったんですよ。すでにケイは復活したんですけども、5時を待って来たんですよね。じゃあまあ、ちょうどいい感じで。今日はよろしくお願いしますって感じでね。よかったわー。部屋もさ、もう目がしっかりついて、こそっていうか、もう全然うまいですよ。その辺の水からでは、多分出ないだろうな。
今日は今年は虎年じゃな。虎年。いいことあればいいんだけどね。うまい。虎のとこはうまい。めっちゃうまい。ご飯に向けたらいいだろうな。これいいわ。それオミクロンですか？もうやりないましょうね。今日はもっとね、大阪とか聞いてないんですけどね。わあ、さあ、今日も美味しかった。あ、そうそう。行ったよな。この間、なじみのキーが行った時。キーが不幸になりました。で、ベルベルになって、なんとか食べて家に帰ったんですけども、今回は日本酒4合飲みまして、もう昼間から酒飲んでるから、結構パッチンですよね。で、4合飲んで、あ、もうやめとけよ。どうしようかな、って話になって、やっぱやめとくわ、と。店出てたら、いやーってなって。なんと自力帰ろうとしていったんですけども、近くの交差点のところで、もうずーんってなっちゃって、もういやーってなって、地面地獄がいて、何とかしよう、起きよう、このままじゃダメだって言ってたんだけど、いやーってなって、そこに、ね、若いお兄さんが自転車に乗り越えて、大丈夫ですか？自分自身は、俺的には大丈夫じゃないんだけど、あ、大丈夫ですって言った瞬間、K が、大丈夫でーすとか言って、もう完全に酔っ払ってるな。そんな感じで、もうほんと、美味しいものね、食べて飲んですが、そういうことになるのかな。楽しめればいいよね、お酒はね。ほんでもね、ちょっと残してますか。またやります。あれ？とにかく今日はこれまでで、よろしくお願いします。